お金足りないよ。次の電車は6分後に到着いたします。変なの、誰もいない。閉まってる。もうすぐ来るはずなんだけどな。こんにちは。
女の人？ハカルのご近所さん、道の先にある西洋風の大きなお家に住んでるの。
いるの？開けて！何なのこれ？ここはどこ？明かり？いや、違う。明かりわけがない。ここは本物の世界じゃない。お前がここにいるはずがない。どういう意味、はかる？ちゃんと説明して。この世界は、まるで違う次元にいるんだ。もし、お前が本当に明かりだったら、聞いて、俺たちはもうおしまいだ。彼女から逃げ道なんてない。俺たちはとっくに、彼女のテリトリーにいるんだ。何言ってんの？ドア開けて！ここから逃げようよ！いや、お前も、彼女かもしれない。明かりの性格を真似してる悪魔だ。まず、お前が明かりだって証明しろよ。あの日は映画に行って、映画はつまんなかったけど、とりあえずは最後まで見たんだよね。はかるなの？立って、話して。はかる、戻ってきて！Thank you.
閉まってる。
もう私が誰か分かったでしょ？何が起こってるかなんて知ってるはず。数日前にお友達から都市伝説の話聞いたでしょ？私の名前は鹿島麗子よ。まあ、テケテケっていう私の片割れの方を知ってるのかもだけど。心配ないわよ。何にもしないから。ただ、静かに休みたいだけなの。テケテケのせいでできないことなんだけど。片割れのあの子は私の中の怒りの部分なの。あの子、この世界を離れたくないんですって。あれが見つかるまで。あれって何？あの子の足よ。あの子に足がついて、もうテケテケじゃなくって、鹿島麗子って認めてもらえるまでよ。どうやってあげればいいの？外に小屋があるわ。ドアの間にろうそくが挟まってる。どうにか取らなくちゃ。どこだ？足はどこだ？
どこだ。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 足はどこだ。どこだ。これが彼女が言ってた小屋？これがお供え用のテーブルっぽいね。お供えが終わった。これで終わればいいんだけど。閉まってる。